エディ・ジョーンズエディ・ジョーンズは、オーストラリア・タスマニア州、バーニー出身のラグビー・ユニオンの元選手、指導者。ラグビー・イングランド代表ヘッドコーチ、ラグビー・フットボール・ユニオン所属、ゴールドマン・サックス日本アドバイザリー・ボード。現役時代のポジションはフッカー。身長173センチ、体重82キロと、大柄なフッカー選手が揃う。 オーストラリアラグビー界では小柄な体型であるが、機敏な動きで活躍した。ニューサウスウェールズ州代表に選出された。1992年シーズンで現役生活から引退した。マトラビルハイスクール在学時には、ディーノックス、エラ兄弟、ギャリー、グレンらと共に、ランドウィッククラブでプレーした。シドニー大学で体育学を専攻し1982年に卒業。 大学卒業後は教員となり体育を教える。プロラグビーコーチ転身前の1994年は、1995年東海大学体育会、ラグビーフットボール部の青森合宿に参加するため初来日。1996年に道部コーチに就任。ラグビー指導者としてのキャリアは日本が始発点となる。 同年ラグビー日本代表フォワードコーチを兼任。1997年4月、サントリー・サンゴリアスフォワードコーチに就任するも、スーパーラグビー・アクト・ブランビーズヘッドコーチに内定した、ため同年9月に移籍。アクト・ブランビーズとは4年契約を結び2001年までヘッドコーチを務める。2001シーズンには、スーパー12ファイナルで、南アフリカのシャークスに36の6で、 勝利始発タイトルを獲得。オーストラリアのラグビーチームとしては初となるリーグ制覇を達成。この間の通算成績は28勝20敗。1999年にオーストラリアンバーバリアンズコーチを兼任。2001年、ロッド・マック・イーンの公認としてノンキャップながらワラビーズのヘッドコーチに就任。代表キャプテンにジョージ・グレーガンを指名。 2003年ワールドカップではワラビーズを決勝戦延長まで進めるもイングランド代表を前に17の20で敗北。オーストラリアラグビー協会とは2007年ワールドカップ終了までの契約を結んでいたが2005年シーズンに9戦八敗と大きく負け越しこの年に代表ヘッドを更迭された。ワラビーズでの通算成績は57戦33勝23敗1分。 2007年、レッツのヘッドコーチに就任するモチームは14、チーム中14人に終わり、ジョーンズのコーチ業は終わったと告表された。2007年に、南アフリカ代表のチームアドバイザーに就任し、2007年、ワールドカップでのスプリングボックスの優勝に貢献。2008から2009シーズンは、イングランドのサラセンズヘッドコーチ。2009から2010シーズンは、 ジャパンラグビートップリーグのサントリーサンゴリアス GM2010 から2011シーズンはサントリーサンゴリアス GM 兼ヘッドコーチを務め日本選手権優勝2011から2012シーズンはトップリーグ制覇と日本選手権優勝の2冠達成外国人指導者としては初となるリーグ制覇を達成した2011年12月 ラグビー日本代表ヘッドコーチに内定。契約期間は2012年4月からラグビーワールドカップ2015終了後の12月31日まで。2012年4月に正式就任し、同年6月にウェールズ代表から初勝利を挙げるなど、日本チームの向上に貢献した。2013年10月に脳梗塞と診断され、一時入院した。 2015年8月25日、同年11月1日付で日本代表ヘッドコーチを退任することが日本ラグビーフットボール協会より正式に発表される。2015年ラグビーワールドカップでは世界的な競合チームである南アフリカ代表に勝利し24年ぶりにワールドカップ2勝目を勝ち取るなど4戦3勝1敗の成績を残すもボーナスポイントの不足により 予選プール敗退。日本代表 HC としては、通算成績44戦29勝15敗。勝率66%。林俊之はジョーンズについて、彼は小さい選手だったし、日本人とのハーフで日本のことを理解している。それは大きいと思います。単なる外国人の指導者ではないと評価している。一方で、松尾雄二は、 FW であれば、日本のサイド攻撃を使ってもらいたい。モールからもそう。単調に出していてはダメだと思う。BK は、ある程度、キックを使わないと強くはなれないと注文をつけている。2015年9月21日、スーパーラグビーに参戦する。契約期間は2018年シーズン終了までの2年。2015年11月13日、ストーマーズヘッドコーチに正式に就任。 正式就任前より、イングランド代表 HC を退任した、スチュワート・ランカスターの公認候補として注目され、同年11月20日、ラグビーフットボール・ユニオンはジョーンズが、ストーマーズとの契約を解除し、イングランド代表ヘッドコーチに、同年12月に就任と発表した。契約期間は2019年シーズン終了までの4年、契約。イングランド代表としては、 初となる外国人ヘッドコーチに就任。2018年1月、ラグビーフットボールユニオンは、ジョーンズ HC との契約を2021年8月まで延長することを発表した。父はメルボルン出身のオーストラリア人、母は広島県をルーツに持つ日系アメリカ人2世のハーフで、エディ本人はクオーターになる。兄弟は姉が二人。妻のヒロコ夫人は、 日本人の日本語教師で娘が一人いる。好物は寿司。2013年11月から歴代最多連勝記録11を達成し、2013年6月のウェールズ戦や2014年6月のイタリア戦での初勝利など数々の実績を挙げていたが、ジョーンズは日本ラグビーを変えるには W 杯で勝つことがすべて、サッカーみたいに W 杯で勝てないチームになりたくはないと、 W 杯での勝利に強いこだわりを見せていた。ジョーンズは日本独自のスタイル、ジャパンウェイを掲げ、俊敏性、フィットネス、スタミナを生かした攻撃ラグビーを磨き上げた。また、2014年12月には、ジョゼップ・グアルデオラと会談し、ラグビーとサッカーはボールを常にスペースに運ぶということでとても似ている。そして、バイエルンとグアルデオラが以前率いていたバルセロナは、 私たちが見てきた中で、2015年9月19日、W h イ,イン h e n g l 大会の初戦で南アフリカと対戦したが、英国の大手、ブックメーカー、ウィリアム。しかし、試合は終了間際に途中出場のカーン・ヘスケスが、逆転トライを上げ34から32で勝利。勝利宣言してきたジョーンズも、本当に感慨深いとしか言いようがない。南アフリカを破るなんて、 最後の結果が本当かどうかを疑った。選手たちは勇敢なんてもんじゃないと語るほどの W 杯史上最大のアップセットとなった。続くスコットランド戦は中3日の日程などに苦しみ敗れたがサモア戦、米国戦と連勝し目指してきた8強進出は逃したものの W 杯で3勝を挙げた。なお、ジョーンズが掲げたジャパンウェイは社会現象となり、 例えば自民党の農林部会長に内定した小泉進二郎はジャパンウェイを応用し農業分野での仕事に取り組むなどとこの言葉を使用した。ありがとうございます。